はい、こんにちは。今日はですね、中国の情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。 TBS ニュースですが、1月10日のニュースから振り返ってまいりますと、政府への抗議デモの混乱が続く中央アジアカザフスタンでは5800人が拘束されるなど、政府による抑え込みが強化されています。カザフスタンでは燃料価格の高騰に端を発した政府への抗議デモの混乱が続いていて、大統領府はこれまでに多くの外国人を含むおよそ5800人を拘束したと発表しました。一方、ロシアが主導する集団安全保障条約機構が派遣した平和維持部隊の指揮官は部隊の配備が完了し、重要施設を警備していると説明、状況が完全に安定するまで任務は続けられるとしています。このように報道されておりました。そして産経新聞ですが、中国、ロシアのカザフ介入を支持、飛び火を懸念、外相電話会談。中国の王毅国務委員兼外相は10日、ロシアのラブロフ外相と電話会談し、大規模な抗議デモが起きたカザフスタン情勢について意見交換した。王氏はロシア主導の集団安全保障条約機構がカザフに平和維持部隊を派遣したことに支持を表明した。さらに中ロ両国が協力して外部勢力による中央アジア諸国の内政への干渉に反対するよう呼びかけた。中国側はトカエフ政権への支援姿勢を強めている。習政権はカザフの混乱が拡大して中国国内に波及することを警戒しているとみられる。カザフは新疆ウイグル自治区と国境を接し、中国では同自治区を中心に約160万人というカザフ族が暮らしており、混乱が飛び火する可能性があるためだ。カザフは中国の巨大経済圏構想一帯一路の要衝であり、天然ガスをパイプラインで中国に送っており、エネルギー安全保障面でも重要度が増している。このように報道されております。で、今回のこのカザフの情勢というのは、ポイントとしてですね、いくつかあると思いますけれども、今回のこの動画では2つ取り上げてみたいと思います。まずカザフはですね、中国の巨大経済圏構想一帯一路の要衝であるということが非常に中国にとって重要なポイントだと思います。そして2つ目は、カザフがですね、このパイプラインを通じて中国にエネルギーを送っているということ、このことも注目するべき点だと思います。つまりこうした面からですね、カザフの混乱というのは中国経済の混乱にもつながりかねない問題であるというふうに見えると思います。ジェトロ日本貿易振興機構ですが、カザフスタンは中国の新疆ウイグル自治区と長い国境を接する。また中国とは近年良好な外交経済関係を維持している。また一帯一路構想を受けて施設インフラの相互連結でも進展が見られる。中国と欧州を結ぶ貨物鉄道中欧班列の運行は年々増加。カザフスタンを通過する西通路はそのメインルートの位置づけだ。中国とカザフスタンでは鉄道の軌道幅が異なり、積み替え作業が必要になることから、近年中国とカザフスタンの国境に位置するホルゴス・ドスティクの物流ハブ整備が進んだ。またパイプラインを通じて中国へ石油天然ガスを輸送している。カザフスタンのトカエフ大統領の中国公式訪問時、過去公式訪問日程は2019年9月11日から12日に合わせ、2019年9月12日には両国の共同声明が出された。その中で協力を拡大する分野として、国際鉄道輸送や石油、ガス、原子力、再生エネルギーなどのエネルギー協力の拡大などが挙げられた。こうしたことが過去ありました。そしてですね、カザフスタンの安定は中国にとって極めて重要です。なぜならカザフスタンは中国の一帯一路構想の鍵を握っているからです。カザフスタンは2013年に習近平総書記が初めてこの構想を発表した場所でもあります。2005年から2020年にかけて、中国のカザフスタンへの投資総額は約200億ドル、約2兆3000億円に達しました。カザフスタンは中国にとって重要なガス供給源でもあります。2017年に両国は協定を結び、カザフスタンは中国に対し、毎年1700億立方フィートの天然ガスを輸出することになりました。中国はカザフスタンにとって第2位の貿易相手国でもあります。両国の貿易総額は2021年には220億ドルを超えました。抗議デモはカザフスタンにおける中国企業や投資を脅かす可能性があります。カザフスタン情勢が石油とガスの供給に何らかの影響を与えることは避けられないと思われます。このように報道されております。で、こうした中ですね、他方、中国は電力不足問題ということがあると思います。2021年10月6日のニュースを振り返ってまいりますと、中国各地で電力不足が深刻化しており、市民生活や工場の操業に大きな影響を与えている。製造業が盛んな東部の江蘇省や浙江省、南部の広東省では、
電力供給制限で工場の操業停止が相次いだ。電力不足の主因は石炭不足だ。中国はエネルギーの3分の2を石炭で賄っているが、炭鉱事故続発による安全基準の強化により石炭の生産が鈍っている。外交上の理由で最大の石炭輸入国であるオーストラリアからの輸入を禁止したことも大きく作用した。石炭価格は過去最高値まで上昇し、電力会社は発電すればするほど赤字になる状態とまで言われている。まあ、これは昨年10月の時点でありますけれども、こうした情勢が報道されておりました。また現状、中国においてはこのゼロコロナ政策ということが中国のですね、経済情勢ということと大きく関連してきていると思います。産経新聞ですが、アメリカ政治学者のイアン・ブレマー氏率いる調査会社ユーラシアグループは3日、世界が直面する2022年の重大リスクに関する報告書を発表し、わずかな感染拡大も許さない、中国のゼロコロナ政策を一位とした。中国は今年感染拡大の封じ込めに失敗する可能性が高く、さらなる経済混乱が生じるほか、政府による社会経済統制の強化とそれに対する不満の増大を予測と、このように報道されております。ですので、こうした様々なニュースを見てまいりますと、現状カザフスタンの混乱ということが中国経済に与える影響、そしてこのパンデミックの情勢か、感染拡大防止対策というのは非常に重要なわけですけれども、そうした中において感染拡大防止ということと経済活動ということのバランスをどのように取っていくのかということも重要なわけでありますけれども、そうした中においてこの中国のゼロコロナ政策が中国経済に及ぼす影響、まあ、そうしたことも今後注目していく必要があるということだと思います。こうした中、中国では地方都市の財政状況ということが懸念されております。日本経済新聞ですが、中国地方財政悪化が加速、黒竜江郭州市が初の破綻、中国で地方財政の悪化が加速している。東北部の黒竜江省にある旧山丹地郭州市が事実上財政破綻したことが明らかになった。省直下の市としては初めてとみられる。地方財政の悪化は公共事業の足かせになるほか、公務員給与の削減を通じて個人消費の下押し要因にもなる。不動産価格が白菜の値段のように安い。郭州市は5万元（約90万円あれば家を買えると言われるほどの過疎地だ。かつて黒竜江省四大炭鉱の一つとして発展したが、2011年に国が資源枯渇都市に認定。その頃から経済成長が止まった。経済の停滞と高齢化で財政赤字は拡大している。一般会計にあたる一般公共予算を見ると、23億円の歳入に対し歳出は6倍の137億元に達した。同市は21年12月下旬、職員採用計画を取り消すと発表。その公表文の中で財政再建計画を実施していると明らかにした。中国の国務委員（政府）によると、財政再建計画を策定した地方政府は徴税を強化する、補助金の支給や職員の新規採用もやめ、建設支出も抑える。その上で省政府に財政支援を申請できる。郭州市は財政の立て直しに着手したが、人口減少や産業転換の遅れという構造問題の解決策は見つかっていない。住民負担が高まる一方、歳出抑制が進めば地域経済が一段と衰退するのは必至だ。地方財政の悪化は局所的な問題ではない。中国財政省によると、一般公共予算に含む税収は21年11月、前年同月比 13% 減少した。2ヶ月連続のマイナスで、20年4月以来の2桁減となった。景気の減速に伴い、中央政府と地方政府で折半する付加価値税などの伸びが鈍った。中小企業などの資金繰り支援を目的とした納税猶予も最近の税収が落ち込む一因だ。中国政府は21年11月から22年1月の納税振興期間にかけて、中小製造業の法人税、企業所得税払いなどの先送りを認めた。猶予規模は約2000億円と見積もる。地方財政が依存度を高めてきた土地収入も落ち込む。地方政府が国有地の使用権を不動産開発企業に売って稼いだ20年の収入は税収の5割超に相当した。ただ習近平指導部が不動産金融の規制を強めたことで土地の売買も停滞している。財政省によると、21年1月から11月の売却収入は前年同期比 4% 増にとどまった。20年までの2桁増から失速した。アメリカ格付け会社 S&P グローバルは、売却収入が22年に前年比 20%、23年に同 5% それぞれ減ると予測する。土地収入の減少は当面、地方財政の手足を縛る要因になりそうだ。緊縮財政の流れは経済規模が大きい沿岸部にも広がる。上海市の下級幹部の年収は24万元から15万元に減った。インターネット上では地方公務員の給与カットが話題になっている。以前の給与削減や地配はショートクラスより小規模の中小都市が中心だった。最近では江蘇省や浙江省、広東省、福建省でも
手当やボーナスの支給を減らしたり見送ったりする動きが出てきたという。民間企業より待遇が恵まれた公務員の所得減少は消費に影を落とす。中小都市では財政悪化に伴って地方政府が発行するインフラ債の償還リスクが高まり、公共事業の執行にも支障が出る懸念もある。州指導部は22年秋に開く党大会を見据え経験の配慮を示すが、地方財政の逼迫が中国経済の復調の重荷となりかねない。このように報道されております。でこうした中ですね、日本経済新聞ですが、2021年7月10日のニュースですが、中国版新幹線止まらぬ膨張、経済対策へ負債95兆円、中国で高速鉄道網の膨張が止まらない。鉄道を独占運営する国有企業中国国家鉄路集団は総延長を2020年に19年比で 8.6% 追加し、35年にさらに8割以上伸ばす方針を打ち出した。鉄道の建設や運行が経済を刺激すると見ているためだが、赤字路線が多く負債総額は95兆円規模に達している。経済対策の名目で中国版新幹線に過度な投資を続ければ政府の財政を圧迫しかねない。このような報道があります。でこうした中、習近平政権は共同富裕政策ということを打ち出し、学習塾産業ですとかゲーム産業などに規制を強化したということがありました。でこうした中ですね、中国のゲーム会社 1.4 万社倒産、オンライン新作承認ゼロ続き、リストラも相次ぐ。ゲーム産業に対する当局の統制が強まる中国で、ゲーム関連企業が苦境に立たされている。オンラインゲームへの審査が厳格化され、昨年7月下旬以降新作公開の承認が一本もりない状態が続き、この5ヶ月で1万4000社が倒産、リストラも相次いでいる。日本など規制のない海外市場に活路を求める動きが今まで以上に加速するとみられる。中国政府系ゲーム団体が昨年開いた研修会では、ゲームは生殖のない純粋な娯楽ではなく、正しい価値観と中国の歴史文化への正しい理解を反映したものであるべきだとの方針が示されたという。昨年9月ですねからは、18歳未満の未成年者がオンラインゲームで遊べる時間を金土日と法定祝休日の夜8時から9時のみに制限することが企業側に義務付けられた。当局による IT 業界への統制強化の一環という見方がある。中国メディアの証券日報によると、中国には資本金1000万元（約1億8000万円以下のゲーム関連企業が30万社以上あり、2020年は1年間で約1万8000社倒産したが、21年は7月以降だけで約1万4000社が倒産。昨年暮れにはネット検索大手バイドゥがゲーム部門を縮小し、300人以上のリストラに踏み切る見込みが報じられるなど、事業縮小や人員削減の波が広がっている。このように報道されております。でこうした中ですね、中国はこの農村の問題ということもあると思います。NHK ですが、2021年12月14日のニュースですが、疲弊する中国の農村、 GDP 世界第2位となった今も発展から取り残されたままだ。貧しさから抜け出すため都会へ出稼ぎにやってきた農民工と呼ばれる人々、1億5000万人が中国の経済成長を下支えしてきた。その農民工たちが今故郷に戻り、農業などに取り組み始めている。背景にあるのが共産党の政策、農民工などに農村活性化の役割を担うよう呼びかけている。しかし彼らが直面しているのは、荒廃しきった農村の厳しい現実。食べるものにも困る。絶対的貧困の人口はゼロになったとされている。しかし毎月の収入が1万8000円に満たない人口は未だ6億人。その多くが農村の人々だ。70年代以降、改革開放が始まると、都市と農村の格差はさらに拡大していきます。市場経済の導入で急速な発展を遂げた沿海部の都市。このように報道されておりました。しかし現状、中国では、その急速な発展を遂げた沿海部都市がある江蘇省や浙江省、広東省、福建省でも、最近では地方公務員の給与カット、手当やボーナスの支給を減らしたり見送ったりする動きが出てきたというふうに報じられております。またこうした沿海部都市はエネルギー不足や感染症による行動制限、一部地域のロックダウン、そして習近平政権によります学習塾業界やゲーム産業、 IT 業界などへの規制、こうしたことを受けて沿海部の都市の経済ということにもある種下押し圧力がかかっているように見えます。こうして俯瞰して見てまいりますと、中国経済は農村の荒廃問題、地方都市の財政逼迫、そして沿海部の都市、こうした全体的にですね、この中国経済は今大きな分水嶺と直面しているように見えます。ありがとうございました。